こんにちは、神戸 TC チャンネルの吉田和也です。今回は、ドライブのコツ第3弾、前回やった第3弾のバック編を紹介していきたいと思います。第3弾ではカス当たりのミスを減らすためのポイントがフリーハンドにあるというふうに紹介しましたね。まだ見ていない人はそちらもどうぞ。ちなみにバックの技術でも同じことが言えるので、角に当たってしまうとか待ちきれずにお尻が出てしまう、そんな方にぜひ試してもらいたいと思います。もちろん強い中国人の選手もバックの時も、フリーハンドがボールにバッチリ合ってます。こんな感じで、ボールとフリーハンドがぴったり合ってますよね。それでは練習の説明に入っていきます。どうぞ。はい、それではやり方の説明をします。フォアの時と一緒でまずはボールをキャッチするとこから始めます。同じように卓球練習で出してもらったのをキャッチします。で、この時の注意点も、フォアの時と一緒でまずは、ボールの来る位置を予測して止まってキャッチ、動きながらキャッチするんじゃなくて、ボールの位置で止まって待っとく。で、キャッチ。悪いでいきます。いいで。ポイントとして、自分のお腹の前になるようにボールのライン上に入っていく、そこでキャッチするようにしましょう。手だけであっちこっちになるんじゃなくて体の位置もボールのライン上に入って動いていく。あとはフォアの時も一緒なんですけど、手の掴むキャッチのタイミングが早いとまた握れなくなってしまうので、このバウンドしてから止まるスピード感も合わせて近くまでギリギリまで待ってく。ちょっと早くなると握れなくなる。これができるようになったら次は打っていきます。打つときは、バックドライブのときに手を下げすぎる人がいてるんで、それが角に当たったり空振りする原因になってしまいますから、この位置、キャッチの位置にボールが来ているのが分かるので、その前でラケットを合わせておきます。左手の前、そうすると手に当たってたときにはラケットに当たるようになるんで、その位置で回転を。
で左手の位置から合わせて、ラケットを下げすぎない。なるべくこの左手の近くにラケットは待ってて、そこから回転をかけるようにすると、下に引きすぎたりすることがないので、角に当たったりカス当たりは減ってくると思います。あとは飛んでくるの待ちきれずに前に打ってしまうというミスも減ってくると思います。次は連続で打つボールになると、ちょっとブロックの変化、伸びたり、沈んだり止まったりっていう変化が出てくるんで、その1回バックドライブ振った後の2球目を合わせる練習もやっておきたいと思います。まずやり方は、1本相手に突きを出してもらって、それをドライブかけてブロックしてもらいます。それをキャッチ、キャッチ、キャッチ、キャッチ。ポイントは1回打った後に、体の体勢を連続で打てるように立っとかないと、ドライブって直立したまんまキャッチしたり手だけ伸ばしていかないようにしてください。悪いでいきます。はい、以上がバックドライブのコツになります。下回転打ち、ドライブの連打など自分の苦手な部分を重点的にやってもらえると、タイミングのコツなどを早く、覚えれると思います。
今回の動画がためになった、次回も気になる、そう思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。